前回に引き続き CM キャラクターとしてみずほの人を演じさせていただいてます、えいくらななです。ライフステージの変化によるお金や将来のことを気軽に相談できる場があるということをお届けできる内容となっております。ぜひご覧ください。カルビ追加で。ずいぶんと頼もしい彼女は。そう、みずほの人。この前ニーサ始めてさ、娘も独立し銀行に行ってみることに。定年も近づいてきて、人生まだまだ長いので一緒に考えていきましょう。お父さんなんか明るくなった。そうか。その日これからの未来が具体的になった。新しいニーサ始めて、君うち彼女もまた新しい未来を始める。新ニーサ、みずほの人と話しませんか。今回の思い出は、あの三石研さんと共演できたことがすごく嬉しかったです。たまに会うことはあったんですけど、こういう撮影スタジオとかで。でもなんかカメラの前に一緒に並ぶのが何年ぶりだろう。もしかしたら10年近く経ってるかもしれない。そう、そんな話をしながらすごい楽しかったです。前回はね、すごく初めましての役者さんばっかりだったので、はい、あと昨日あのゴールデンレトリーバーのワンちゃんたちと共演させてもらって、まあめちゃくちゃ可愛くて癒されたんですけど、 CM でも見ていただくだけで癒されるかなと思うので。2024年もやっぱり健康だなと思います。健康に気をつけて楽しく過ごしたいです。シンプルですけど。18歳も20歳もすごく忙しかったですね。それで言うと、今日焼肉屋さんで共演させてもらった女優さんはですね、めぐちゃんはね、あの18歳の頃ドラマで長い間共演していた戦友とも言える、はい、女優さんでした。びっくりした。お会いできてすごい嬉しかった。その時はね、あのダンスのドラマだったので合宿もしたし、すごい撮影時間も長くて、お互いになんか大人になって会って嬉しかった。お互いに本当にただただ大人になったねって言い合いました。願わくば大きな窓から木が見える場所に住んでいたいって思うけど、でも多分私は仕事が好きなんだろうなとも思ってて、バリバリ働いていたいなとも思ったりするし、でもすごい楽しみ。なんかその時に自分が見てる景色とか想像できないので、楽しみもあります、50歳ぐらいから習字を極めたいなと思って、で60歳ぐらいで結構上手くなりたいな。すごく苦手で、そう、ちょっと修行したいなっていう気持ちがあります。夫であったらいいなと願います。家族で話し合えるのは一番いいですよね。それでもやっぱり専門的な分野は専門的な人に任せたいとは思いますけど、まずは家族で話せたらいいですね。おはようございます。おはようございます。すみません、お待たせしました。すごい匂い。ちょっとだいぶ狭いんで。はい、はい、いい匂い。お願いします。さらかしてっていう感じで受け取ってもらって、で、乗っけて渡すっていう感じにして。はい、はい。おいしい。僕行く。うん、すいません、カルビ追加で。カルビ来るんですか。え、カルビじゃないの。いや、全然いいですよ。来るでしょ。カット。
最後の今から撮るところはこのカット12なんですけど、まあエクラさんもまた新しい未来を始めてるよってところでワンちゃんを飼い出す、まあ今日譲渡会みたいなシーンですね。僕とそうです、顔こっち向けて、あ、そうそう、難しい、なら、じゃあ、スタート。はい、いいじゃん。ありがとう。すみません、お待たせしました。よろしくお願いします。よーい、スタート。それか、お父さんさ、うん、投資とかやってんの？いや、やってないよ。まあ、名前だけな。すごい、さすが父さん。いい作。わかんないっす。円盤、よーい、スタート。定年ももう近いので。人生まだまだ長いので、一緒に考えていきましょう。就職先が決まって。おめでとうございます。ありがとうございます。NISAについて一緒に考えていきましょう。お手元に資料を用意して。おめでとうございます。ありがとうございます。NISAについて一緒に考えていきましょう。めちゃめちゃいいね。ありがとう。はい、うん、またベイ。ありがとうございました。よろしくお願いします。そして、エクレナナさん、今日撮影以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。NISA始めてさ、これからを考え、私も銀行に。定年も近いので、一緒に考えていきましょう。お父さん、新しいNISA始めて。その日、未来が具体的になった。新NISA、みずほの人と話しませんか？